はいどうも、りょういちです。それでは、セブンデイズトゥーダイやっていきたいと思います。朝ですね。12日目の朝です。あれから2日経ちましたね。街へ探索行った前回がね、10日だったんですけど、あれから2日も経ちました。ちょっとね、仕込みというかね、素材集めたり、いろいろ作ったりしてたらね、結構時間が経っちゃって、こんな感じになりました。そして今ね、拠点をね、改造してたんだけど、そして改造した拠点がね、あちらです。まあ、あんまり変わってないっていうね。あんまり変わってないように見えるんだけど、まあ、トゲをね、引いて、最初の拠点から一回りほどね、大きくしましたね。最初の拠点の側がこれですね。で、下にね、こうハッチつけたんですけどね。地下に、続く道を作りましたよ。地下防空壕ですね。地下はこんな感じで、まだまだね、手狭ではあるんですけど、チェストも置いて、全部ね、ケミストリーステーションとワークベンチも使えるように置いて、仕分けもしたんで、これでだいぶ使いやすくはなりましたね。で、まあ、拠点というかね、倉庫ですね。まあ、壊されないための、チェストとか、まあ、必要なものはね、地下に全部置いとこうかなって感じで置きました。工事もね、そのうち、まあ、移動というか、これはぶっ壊して下にね、置くつもりです。で、今回はね、まあ、拠点の強化というか、まあ、その戦う場所ですね。まあ、上全体がね、もう戦う場所になってるんで、チェストとかも完全に下に置いたんで、まあ、上全体をね、ホードを戦うための場所にしたいんで、だから、ここで、あれだね、迎撃用の、ゾンビ迎撃システムをね、構築していくことになりますよ、今回は。で、ゾンビはね、あっちからは多分来ないと思うんだよね。崖があるから。あんまり来ないから、重点的にね、こっちの方をね、強化していきたいですね。まずは、まあ、トゲも作ったんで、トゲもまあ、81しかないのか、トゲ。ちょっと作ろう。もうちょっと作った方がいいかな、トゲ。多分足らなくなりそうだからな。ワークベンチで作っておこう。スパイク。これ、65しか作れねえな。めちゃくちゃ少ないな。よし。木また足りなくなるかな。まあ、いいか。まあ、またその時は取りに行けばいいか。よし。OK。で、とりあえずね、まあ、2回目のホールだから、そこまで、本気じゃないと思うから、とりあえずトゲも置かないといけないけど、ここ一つだけで戦うのは不安だから、ちょっとこっちに作ろうか。迎撃用の場所を。どうせホードはあれだね、ほぼ全方位ぐらいから来ると思うからね。まあこの辺にあれば、あっちから来たやつもこっちに誘導できるかな。全体的に誘導できしやすそうだからね。よし。この辺に、別に何も考えてないけどな。今回全くノープラン。どうしようかな。あんまり時間もないからね、本当に。まあ、そうだ、それだったらあれだ。こうしよう。多分警官とか来ないから、懐かしのゾンビ迎撃システムを作ろう。昔から、俺が愛用しているゾンビ迎撃システム。こうだな。よいしょ。あ、でも低っ。これダメだ。低すぎる。もっと高くしないとダメか。じゃあ、もうちょっと伸ばすか。ここら辺は階段状で行くとして、よいしょ。で、まあ、ここ一段、普通に。ちょっと邪魔だな。コットン邪魔だ。よし、こうして、まあ、あとは、こう山になってるのはちょっとあれだな。不便だな。削ってもいいか。後で削ろう。で、まだ足りないか。高さもっと高くしよう。今回はちょっと高さをボリュームアップしよう。いつもより。よし。もう一段。もう一段行こう。ここだな。ここの高さに。OK。で、2マス開けて、
こうだ。よいしょ。こんな感じで、よいしょ。積んで、こうだね。よし。で、こういう感じ。こっからが、あれだから、本番だ。本番というか、ここが戦うところだから。こういう感じにして、ちょっと高さがね、山になっちゃってるから、ここが低いけど、こんな感じですね。よし。お手軽ゾンビシステム完成。よし。終わり。これで終わり。1、2、3、4。よし。これで、まあ、こっから自分は登ってだね。よし。ここで待機すると。そうするとゾンビは下に集まってくるんで、まあ、柱はほぼほぼ攻撃されないから、まあ、安全に戦えるよというものですね。お手軽なゾンビ迎撃システムマシン。これ警官とかね、まあスパイダーもちょっとあれだけど、スパイダー対策はちょっとしてもいいけど、警官さえ来なければほぼほぼ無敵に近いね。ほぼほぼ無敵のゾンビ迎撃システムです。であと下にね、トゲとか置いてね、まあ今回こう起伏が激しいから、高さがね、思ったより稼げてないから、こんな多分あの組体操攻撃で、あの普通に登られちゃうからね、この辺掘らないといけないけどね。まあもうちょっと平らなとことか、逆側に作れば、まあ逆側に作ればよかったか、逆から作ってもよかったな。こっちから登れるようにして、あっちをまあそういう感じの足止めのところにすればいけたんじゃねっていう話だよね。そうする？掘るのめんどくさいしな。なんか壊れてる、何かが壊れてる音がする。ちょっと、何、誰か来たか、お客さんかな。あ、お客さん、残念、くたばってましたわ。他は？あ、いない。よし。うん、声はするような気がするけど大丈夫か。 OK。 じゃあちょっと作り直そう。やっぱりこれ逆側にします。逆側にしよう。これだからノープランでね、立てるとねこんなことになっちゃうんだよ。はい、完成しました。こんな感じです。まあ土台をね、フラグストーンでね、作りましたよ。これだったらね、まあ早々壊されることはないでしょう。万が一攻撃が当たったとしても。そして二重にしてあるんでね、だいぶ頑丈なはずです。そしてまあ気持ち程度のスパイダー対策ね。スパイダーゾンビ対策。もうめんどくさいんで、ウッドフレームで、カバーしてますよ。で、こんな感じ。2マス空いて飛ぶ感じ。そして、こっからですね。ここで待機して、下のゾンビどもを撃つという感じですね。まあ、あとトゲは敷かないといけないですけどね。トゲを敷けば終わりですね。とりあえず、これで、なんとかなるんじゃないかな。2回目の方では。まあ、警官が来なければの話だけど、まあ、警官来たらどの道、無理だよね。とりあえず、多分無理だ。クロスボウも銃も、そんなに揃ってない中、警官が来たら多分お堕物だから、どの道ね。まあ今回の報道これで乗り切ろう。これだけで乗り切ります。多分大丈夫だと思う。多分信じている俺は。この本当に最初の頃にね作ったね、本当にこのセブンデイズをまあ始めた頃に作ったあれなんだけど、まあ今聞くかどうか知んないけどね、多分それなりに有効だと思うんだけど、まあこれを信じて、このゾンビ迎撃システムをね信じて戦いましょう。よし、トゲは敷いていくよ。トゲはまああるだけ敷きたいね。こっちの方とかも敷いたりとか、まああっちからも来た、あっちから来たやつはね拠点に引っかかるだろうから、まあ拠点の方のトゲもこっちの方のねトゲも増やさないといけないしね、ある程度は。うん、いくら拠点にチェストがないからといってね、まあむやみに壊されるのは嫌だから、とりあえずここも通れなくてもいいんだけどね。ここ通れない、あーでも不便か、通れなかった不便だから2マスぐらい開けとくか。ここはまあトゲはでもあんまり数がないからな、トゲの数がどれだけ作れるか。まあでも時間はまだまだ余裕がある。今回簡単に作れたから、本当にこれ簡単に作れるというところがねポイントなんですよね。簡単に作れてなおかつまあまあ戦える。よし、
この辺も置いとかないとな、一応。まあでも崩されたりしたら終わりだけどね。崩さ、脆さはあるからな。崩されたら終わりなのと、まあ登って来られたり万が一ねした場合ね、対応しにくい。お、飛び降りれないから。この高さだともう飛び降りれないからな。下に草ブロックでも敷いておくか。まあそんな逃げ道は考えててもね、仕方ないから。まあなんとかなるでしょう。よし。よしよし。この周りとかも敷いといた方がいいか。一応、登れなくなっちゃう。万が一、あ、峠もうないし。峠がもうね、早い。早くも峠不足。方が壊されている。峠か、作ってる、ワークベンチに作ったやつ、もう出来上がったかな。ちょっと見ていこうよ。ん？なんか犬の大群が来たぞ。ちょっと待って。犬の大群か。犬が来た。犬ホードか。犬ホードかもしかして。12日だからな。あり得るね。犬ホードって確か。あ、来たな。犬ホードだ、これ。そうだよね。犬ホードだ。多分。ノーマルでこんなに犬が来ることはまずないから。今までね、犬ホードってほとんど遭遇しなかったんだよね。どっか行くことが多いからね、知らないうちにどっか行くことが多いから、過ぎ去っていくことが多いから、ほとんど遭遇したことがなかった、犬ホード。久々に見たぞ。だが、皮を運んできてくれてありがとう。届かないか。まだ来るかな？まだ来そうな気はするけど、あれか、一部の奴らがこっちにたまたまちょっと反応しただけかな。本体はどっかもうすぐに、通り過ぎたかな。まあ皮と肉いただいておこう。ん？怖い。気のせいか。コードを目の前にして死にたくはないからな。まだ死んでないから俺は。俺はまだ記録更新中だ。生存の。よしよし、いいね。ゾンビ肉と皮をありがとう。よし、だが作りかけのトゲを痛めやがって。でもトゲの威力はまあ十分だな。よしよし。あとは、ワークベンチから取ってきたトゲをもうちょっと敷いておこう。こっちも敷かないといけないから。はい、トゲ敷き終わりました。いやー結構トゲ使ったね。もう1個しかない。結構あったのにな。そしてここに、草ブロックをね、置きましたよ。これで一応脱出はできるかな。骨折せずに脱出はできますね。うん、まあこれだけトゲ敷けば大丈夫だろう。こっちの方もね、それなりにトゲ置いたんで大丈夫かな。だから今回ホードはね、この形で乗り切ろうと思います。もうほぼほぼ終わりかな。まあ12日だからまだ時間あるけど、材料取って、まああれ、トゲとか作って、ちょっとぐらいは増やすかもしんないけど、まあこんな感じでいきたいと思います。で、まだ時間あるんで、あれだね、まだ1日はあるのか。12で13だから、まだ1日と半日あるから、まあ街行こうか。街行って、本屋と、残ってた本屋とツールショップとか映画館、ちょっと探索しに行きましょうか、次回。うん、時間あるし、せっかくね、早めにできたから。という感じで行きましょう。というわけで、今回はこの辺で終了します。ご視聴ありがとうございました。